皆さんこんにちは。ソイル&ピンプセッションズアジテーターの社長です。ライブエンターテインメント業界なかなか厳しい日々が続いておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ、僕もこのプロミュージシャンになってこんだけライブをやってない期間が続くって初めてのことなんで、まあ、ちょっと戸惑いながらも、まあ、気分を変えてポジティブに日々創作活動を自宅でこう曲を作ったりなんてことをしております。さあ、私の人生のベストライブということなんですが、そうですね、一個まあ、演奏どうのこうのというよりも体験としてとても忘れられないライブが一つありましてですね、あれは南アフリカでサッカーのワールドカップがあった年なんで2010年になりますかね。南アフリカはケープタウンという街で、開催されましたケープタウンジャズというジャズフェスに、出演をいたしました。で、まあ、このジャズフェスは本当に大きくて歴史もありまして、世界中から名のあるジャズミュージシャンが集まって演奏する。で、まあ、もちろんチケット代もそこそこ高くてですね、現地の、まあ、裕福なチケットを手に入れることができた方が、来るような、フェスなんですが、まあ、ご存知の通り南アフリカ、まあ、とても貧富の差が激しいわけですよ。そこでそのジャズフェスはですね、そのフェスの開催の前日に街の真ん中の広場にステージを作りまして、そこでフリーコンサートを開催するわけです。ここにはチケットを手に入れることができなかった若者からお年寄りまで本当にたくさんの方が、ここの広場に集まって、そのジャズフェス本編に出演するアーティストの演奏を楽しむわけですけれども、そこでも我々演奏させていただきました。これがですね、まあ子供たちはもちろん僕らのが何者かも知らないし、まあ、どこから来たかわからないこのアジア人が出す音に対して目をキラキラさせながら踊ってくれてるわけですよ。おじいさんたちもすごく興味深そうに見てくれるわけですよ。なんかその前情報というか、いわゆる先入観全くない状態で音楽を楽しんでもらえて、で、それがあのキラキラとして目でね、見てもらえたらもう、こんなにミュージシャン冥利に尽きることないなと。未だにあの風景は忘れることないですし、多分これからも忘れることはないと思います。ああいうこの何もこうバイアスがかかってない目で楽しんでもらえるような状況っていうのが、やっぱあのライブの何よりの醍醐味だと思いますし、まあそういう場所を求めてこれから僕たちもいろんな街を旅していくことになると思います。まあね、今現在はなかなか厳しいですけれども、まあこれをきっかけに、なんか大きく価値観が変わって、より音楽と真摯に、純粋に向き合えれる、なんかそんな世の中になって、またライブがガンガンできたら、できるだよ、絶対できるよね。その日々を楽しみに、今はひたすら準備をしておきたいと思います。以上、ソイル&ピンプセッションズアジテーターの社長でした。